くびラストかな。こうやってこの研究の調査剤あ、うん、あ流産してしまいましたね。お気の毒に。思ってねえだろ。単に不幸な冗談は問題はここからだ。この死を受け入れられなかったそうですな。蘇らせようとしてしまったんですね。めちゃくちゃですな。がしかしこの研究所にはそういった競技に手を伸ばしている、ああそうね、ワークをせよ。どうなったんですか。その言葉確かに違いだった。人間とはかけ離れて異形の化け物として取り込まれてしまった全員。アナベル以上のものがいるそうです。あ、感染してるってことか。その母体が出てきたやつに取り込まれたやつがアナベルになってる。アナベル違うのかな。なんかアナベルと違うやつの話で、襲ってきてるのがその黒いやつで、さっきまで話してたアナベル、からってのアナベルではないのか。なんだ、どういうこと、どうやってだった。ってことはだけど、あの黒いやつ何体もいるってことでいいのか。そうだね、あの研究所の職員。そうだよね。どうしてあの音とかだけ無事だった。びっくりした。ここまででのきもどきは誰が知るか。どうしてあなたは記憶を失っている。あなたは何者だ。言われてみれば確かに。というかそういうのとなんか誰なの。逃げ ろ会話してよ。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。ビーチかおー、どけバカ。いや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 、全然動かない。うわ、行かねえ。あった、こうだ。これとね、ひゃかかってこいや。じゃあ分かってねえけど、とりあえずよし。よし、ここに行け、奥まで行け、奥。そこでいい、下を向く。これ、俺的にはいつまででもう一回だけ来るパターンな気がする。セーフ。あ、どうにかなった。いいんかい。上向いてるけど大丈夫か。なんなのもう。今のものと。まずい。しゃがんで。気のせいな、早いな。こいつアホだな。出られるわけないしってそういうことか。やっぱお前。あってたのね。やっぱ問題だろう。アナベルとなんか関係性はでかい気がするぞ。なあ次映画界何見る。ラブアロマンス、パニックホラービーングス、フィクションの別物なら私はパス。苦手だったらシュートくらいだ。マジ俺ダメじゃないか。音声を抑えてくれた。でもスピーカーだけ貸してくんない。音量でスピーカーじゃ見えないけど壊さないで。はいはい、どこにいるの。私のデスクの一番下の引き出し、うん、ここのこれだ。なんてこった。でかっ。思ってた以上にでかいと思うんだけど、何を流したらいいんだろう。ん？音声ファイルが追加されてる。とりあえずこれを再生してみよう。やめろ、先に聞いてからじゃ。じゃあレッツ。お母さん、どうし諸君、我々は今日に至るまで懸命に、あ、すごい、あれね。あ、そうだよね、お前どっから来るんだろうと思ったんだ。じゃあ違うのよ。いや違うのよ、話聞いてよ。やり直した。ああ単純にゲームオーバーってか。な、何すんの。あ、本当にゲームオーバー。何見せる気。記憶をします。あ、ここ見た。あ、は自分がもうすでになってる。よく分かってないんだけど、でもとりあえずそれが正解なんだけど、
主人公はアナベルか。え、マジで B3 回で詰まったのでやり直し。ヒントを増やすべきか。多分、ね、あー、え、違くない。意識を取り戻してすぐ何が起こったか説明。ひどく怯えた様子でまとめに込めて取れんね。こんな気合わない部分やってますから、やり直し。意識を取り戻してすぐ何が起こった説明。クエストでやり直し。意識を取り戻してすぐ何が起こったかスライドして、準備の意識を取り戻しました。準備中に B さんで詰まったのでやり直し。彼らはこれぐらい急んだりとどまらなくては。え、ラベルが見えてる箱を開けろ。ピッてきた。ラベルってこれのこと？ドローンじゃん。この箱は開けばいいの？ってなんちゅうホラー要素の強い。なんか動いた。向かいの部屋に。ああ、白甲子って一体何なのよ。同僚の人びっくりした。今のであいついたらどうしようかと思った。ん、またやり直せばいいんだ、うん、何をループさせてんだ。え、だからこ人格調整でしょ。なるほど、人格調整。ああ、なるほど。アナベルにさせられてる。アナベルなの私。アナベルを、うん、を、嘘。こいつが動くまで待ち。ポケある。あれでもその音で。大丈夫。成功。ここにいて奴の目を見ろ。やつの目を見ろ。こんにちは、アナベル。びっくりしたろ、コンか。ではアナベル、こちら何の用ですか。ん、なの、私のこと。そうか、そう、うん、まあ、一人の変態野郎がいたんですよね。の目を見るんだ。目を、ここにいて奴の目を見ろ。さすがに気づいた。あ、ああ、トップね。ちょ待って、俺めちゃめちゃ手離してただろうな。ありがとう、そんな早めで。すごいね、みんなこんな感じになっちゃうんだ。まるでアンチャーインクルームみたいな。ダメです。どっかに隠れたいね。多分あとあいつが持ってるアイテムを回収した方がいいんだろうな。あれですか。
く。いや、あいつにぶつけた瞬間に多分なんか落ちてると思うんだよ。全身だ。戦場を行います。待機してください。もう待機してくださいっつってお前、外は出られませんからっつって、どういうことだよ。どういうこと？よくないか？勝負よ。何だ。私人間じゃないですか。私ももしかしてバキモリですか。所長じゃないかなと思ってない。どの所長かなと思ったけど、所長の文章じゃない気がするんだよ。30秒間。だからお前らが戦争だ。よろしい。よろしい。多いな。あ、どっか行ってる。まあ、取り込まれた奴らだね。あ、どっか行ったぞ。どういった？あの、全然違うとこ行ってると思った。あいつ、ちょっと触れただけで消えたんだけど。もう、あの、声が届かないとこ行っちゃったから。終わった。待ってるじゃない。あいつ押してる。強え。喋るんだ、人間の言葉。どう言って。私の声を真似られた。すごいな。時間なくね、これ。すぎるって。バグ行けよお前。あ、またどこ行っちゃった。またどこ行っちゃった。すまない。まあ時間が足らなかったです。もう自分で道を開きます。いいぞいいぞ。押すんだ。もう押そう押そう押そう。さっさと押せ。来た、見つけたぞ。こいつのことだけ見てよ、ずっと。来やがったいけ、早く行けよ。ほら来た。いった。よっしゃ。ドローンの育成を見守るゲーム。
ぶつかりまくってったよ。ドローン？そう。もう本当にな。何なん？30秒間逃げろ。言うかな？いいと思う。やる気はないさ。できますかね？ふい。できるさ。違う見せつけてやれ。アムロ行ってまーす。顔色アナベル。アムロじゃねえ。キモーイ。アンボ出てくる。こっち来る。多分いろんなやつにもバレてる状態だから。30秒経ったの今ので。1,2,3,4,5ってやってくれたかもしれない。早めにカウントしてくれた。早めにカウントかもしれない。ん、どうした？持ってかれた。誰に？あ、そっか、あのでかいやつがね、うん、あー、中止します。あー、もう終わりかな。よいしょ。アナベル、アナベル、アナベル。なんだ、まだ続きがあった。アナトベルの情報。あれ、あれ大丈夫か。ゼロワン。ああ、すいません。大丈夫。ゼロツーか。いつかの記憶がフラッシュバックしていました。あれ、過去の話。ちょっと教えてくれるか。仕事にしまなさそうだな。働かさないでくださいよ。はあ、危ないから。そうね。 Thank you for playing。 まあ、ということで、はい、今回 Don't fake up。 確かにこれみんなでワイワイしながらやるの面白かったね。いいですな。これまた続きものでもいいか出たら。やりたいね。じゃあということで今回はここまでです。お疲れ様でした。お疲れ様です。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。